切るために試合終了後は規制退場とさせていただきます。係員のご案内があるまでそのままのお席でお待ちくださいますようお願いします。観戦はご自身のお席にてご観戦いただきますようお願いいたします。最前列のフェンス部分に集まらないようご協力ください。また席番号の記録をお願いします。チケットの半券やデータは観戦日から最低14日間の保管をお願いいたします。球場内では全てのお客様にマスクの着用をお願いいたします。トイレや売店などの並び列では密集・密接状態にならないようお客様同士一定の距離を確保してお並びください。コンコースの各所にアルコール消毒液を設置しております。警備の消毒にご協力をお願いいたします。また球場内の各トイレには飲消毒用のハンドソープを設置しております。十分に泡立て流水手洗いにご協力をお願いいたします。そして新しい野球観戦のルールとして応援歌合唱、来場者同士のハイタッチ、ジェット風船を利用した応援などは禁止させていただきます。ただし応援メガホン、ハリセンなどを叩いての応援は可能となります。なおチャンスダンベルについてのお願いがございます。空気を入れる際はハンドポンプを推奨しております。お帰りの際は場外の手から空気を入れてお持ち帰りください。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。続いてプレゼントオークションについてのお知らせです。9月15日から17日に開催されたサンクス神戸頑張ろう神戸から25年サポーテッドバイ岡畑農園にて選手が着用したオリックスブルーウェーブ復刻ユニフォームのオークション販売を実施いたします。今回のオークションはユニフォーム、帽子、ヘルメットとなり対象商品すべてに選手直筆サインが入ります。入札期間は9月18日金曜日13時から10月5日月曜日18時までです。詳しくは球団ホームページをご確認ください。選手が着用したオリックスブルーウェーブ